はい、田の字です。2020年1月30日、13時50分、今日のマンダラ系581円でマイナス3円。600円あったのが581円。下げてます。6ヶ月のチャートを見てもこの部分陰性が578円今年の最安値ですよね。新型ウイルスで今日も日経平均430円下げてます。今日この記事が出てますね。昨日帰国の3人感染確認、新型肺炎、2人は無症状で、さらに210人が羽田到着。無菌の状態ってことは保菌者ってことですよね。2人が症状もなく、熱も下痢とか咳もないのに感染してたという保菌状態であるということなんですけど、武漢で中国人観光客が日本で、ツアーを組んで、日本人の、ドライバーさんと、ガイドさん、2人が感染したというニュースが昨日ありました。で、無菌の状態、無菌というか、保菌者、保菌という形で、人から人へ感染するっていう、そういう新型ウイルス、まあ新型肺炎ということなんですけど、一向に収まる気配がありません。今日はなんか6000人ぐらい感染者が増えたっていうことですよね。重症者も800人超えているという、まあそういうような状態なんですけど、日本の株価全部下げてます。3期107円1円安ガーラ272円のマイナス11円、新日本建物468円のマイナス13円、ブックオフ、1000円割って971円ですよね。マンダラケ681円マイナス3円で、578円が今年の最安値なんで、これを抜けたらさらに下まで行っちゃうということなんでしょうけど、578円止まりでいてくれると助かるんですけど、感染者がある程度落ち着いてくれば株価が持ち直すっていうふうな見方なんですけど、まだまだ先行きは分かりません。なるべくどうなんだろう、様子見ってことになっちゃうんだろうけど、大変難しいと思います。以上、田の字でした。